とナミがジンベエたちによって解放された頃、レイジュとプリンの会話を漏れ聞いたサンジは耳を疑う。夢見てんじゃないわよ。あのチンピラと私が結婚するわけないでしょ。ビッグマム海賊団はジェルマの科学力を手にするべく、結婚式を利用してビンスモーク家を皆殺しにする計画を企てていたのである。プリンはその計画に協力しており、遭遇したルフィたちを初めから騙していた。そして自分の身辺を調査していたレイジュを拘束した。私はメモメモの実の能力者。人は誰も頭の中に記憶のフィルムを持ってる。私はそれを自由に書き換えられるの。プリンはその能力でレイジュの記憶を改ざんして去る。こっそりと現れたサンジは今ここで起きた事実をレイジュに説明する。いい機会だ。ジェルマはこのまま滅ぶべきだと思う。あなたは麦わらたちと逃げなさい、サンジ。サンジと入れ違いに今度はルフィがレイジュの前に現れる。プリンの裏切りをサンジに伝えようと焦るルフィに、レイジは彼が全て知っていることを告げた。騙されてねえんならいいや。俺行くよ。約束の場所はここじゃねえから。約束の場所に向かいサンジを待つルフィ。しかし到着して間もなく、戦いの疲労と空腹のあまり意識を失う。ちゃんと待ってねえと。あの場所で。やがて料理の匂いに目を覚ますと、そこには弁当を持ったサンジの姿があった。はあ、うまかった。干からびるとこだった。食ったら帰れ。何言ってんだ、一緒に帰ろう。一つ、はるばる迎えに来た己の船の船長を俺は侮辱し、無抵抗のお前を力の限り傷つけた。だから俺は今更お前の船には戻れない。二つ、第四あるクソジジイおよび俺が育った故郷海上レストランバラティエを人質に取られてる。だから俺は結婚式から逃げるわけにはいかない。三つ、血のつながった悪の家族がビッグマムにはめられた。数時間後全員が殺される。何の恩もない恨みしかねえクズどもだが、俺はあいつらを見捨てて逃げることができない。以上三つの理由で俺はお前らと一緒には帰れない。理解したら消えてくれ。本心を言えよ。ルフィ、俺はサディ号に帰りたい。だがどうしても逃げ出す勇気がねえ。式が始まったら俺一人じゃ止められねえのに。家族だとも思わねえあのクズども、俺は助けたいと考えている。うん、だってそれがお前だろ。俺たちがいる。式をぶっ壊そう。
サンジの本心を聞き出し、一味と連絡を取ったルフィはジンベエの取りなしでビッグマム傘下のベッジと会見する。ベッジはビッグマムの部下でありながらお茶会を利用してある謀略を進めていたのであった。さて決めようか。まず手を組むかどうかから。ベッジはその警戒心と防衛力の高さを買われ、今回の茶会で護衛の全権を任されて、その立場を利用し、ベッジはビッグマムの首を取る気なんじゃ。うちとしちゃおめえらはただの邪魔者、ここで全員消すってのが一番世話ねえが。俺が死んだらビッグマム暗殺のチャンスはゼロだ。ああ、残念ながらその通り。どうじゃルフィ、直感ではこいつらと組めそうか。どう思う？殺し合いなら後でもできるが、今手を結べばお前たち全員に利がある。作戦は？誓いのキスでプリンはサンジを撃つ。その銃声が作戦開始の合図だ。麦わら、おめえはママの席の正面に置かれたマザーカルメルの写真を叩き割れ。理由はわからんが、それでビッグマムは発作を起こして規制を上げながら覇王色の覇気を発動するらしい。ちょっと待ってよ、それじゃルフィがおとりになるみたいじゃない。いいよ、写真を割るのは俺がやる。今面白い登場の仕方考えたんだよな。ヒッヒッヒ。なんでしょう、楽しそうですね。会場がたじろいでる間に俺たちはママを暗殺する。おめえらはその援護だ。他にやりたいことがあるなら止めやしねえ。用が済んだらさっさと逃げろ。互いの船に行き着いたらこの共闘もそこまでだ。ブーンを祈る。よし。さあ、ベールを上げて誓いのキス。お前が終わる瞬間だ。どうしたプリン、なぜお前が倒れるんだ。ミスターナミライをカタクリ。よく見ろサンジ、この忌まわしき第三の目を。なんて美しい瞳だ。ごめん、近くで見たらつい見とれて。プリン、この目を美しいなんて言ったやつはただの一人も。どうしたプリン、早く撃て。プリンちゃん、ふざけんな、ふざけんな、殺すんだ。私はお前を。避けたか。
一体どういうことだい、カタクリ。プリンに何が。